ふくらはぎボトックスがおすすめで、足痩せって難しいと思うんですけど、確かにあの筋肉で張ってる四肢回しって呼ばれる足は改善されるので。ツヤ肌名人の智香社長です。京都院院長の内山です。表参道院で受付をしているカホです。みおりです。今日はですね、表参道からみおりちゃんとカホちゃんが来てくれました。ありがとうございます。なぜ来てもらったかというと、二人が配信系にすごく合ってるなと思って、チラッと次したらどうって言ったら、その日からじゃんじゃん撮影が始まってもう自分たちで企画して、なんと編集まで自分たちでしてるというね。インスタグラムとか見てもらったら、最近ね頻繁にアップされてると思うんですけど、ゆうちゃん先生も教えて、ゆうちゃん先生やってましたね。出てくれました。完璧な演技をすごい面白い企画をしてて、 YouTube に載りましたよね。はい、載せていただきました。っていうのでちょっと実際に見てほしいなと思って来てもらいました。実際やってどうですか？最初は何か面白いものを撮りたいなって2人で話してて、第1回目の動画が若さプリの検証動画を撮ったんですよ。毎日私たちビタミン C の若さプリ飲んでて、でもすっごい酸っぱくて飲みづらいから、何か飲みやすい方法ないかなと思って、そこから始まって動画にしようって思って、2人でちょっとノリで始めたのがきっかけで、そこから今ミーカホでやってて、今動画2本あるんですけど、どんどんシリーズ化していきたいなって思ってます。面白い。響きもいいですね。でも楽しそうにやってるし、ね、楽しんで見てるから。そうなんです、そうなんです。受付されてるのですごく知識もあるし、実際に受付さんが何をしてるか皆さん知りたいと思うんですよね。実際なんかこうおすすめのチーラとかってあるんですか？動画でも誰って紹介したんですけど、ハイドラフェイシャルとボトックスおすすめかなと思います。ミュールちゃん何かあります？私はもう入ったばかり、ポテンさん。あ、モテンさんね。こういったね、リアルな声とかもいろいろ配信できたらなと思ってます。タモちゃん、実際ボトックスって打ってる？打ってます。どこに打ってます？エラと、すごいおすすめなのが、ふくらはぎボトックスがおすすめで、足痩せって難しいと思うんですけど、筋肉で張ってる四肢回しって呼ばれる足は改善されるので、足痩せたって言われたし、まっすぐになった足がすごく変わるのでおすすめです。他には？他はエラ、エラ。もともとちょっと丸顔っぽくてフェイスラインに悩みがあったんですけど、エラボトックスはここ 2,3 年ぐらい定期的にやってて、1回目から結構フェイスラインが変わって、すごい痩せたねってみんなだから言われるようになって、大体今半年に1回ぐらい定期的にやってるんですけど、やっぱりどんどん癖づいてくるから、元に戻るっていうよりかはどんどん顔の形がシャープになるっていう感じで、エラボトックスは絶対定期的に打ってます。痛みもそんなないからすごくやりやすいかなと思います。ゆうちょう先生、あのエラボトックスってどういった施術なんですか？ボトックスっていうのがそもそもこう筋肉の緊張収縮を緩めるお薬になるんですけど、エラボトックスはこのエラのところにある抗菌っていうね、グッて歯を食いしばるときに使う筋肉を緩ませます。エラの張りが気になる人っていうのはこの筋肉が発達していることが多いので、この筋肉を緩めてあげると筋トレをやめるようなイメージで筋肉を痩せてくるんですね。そうすることでこうフェイスラインがシュッと見えたり、夜中の歯ぎしり食いしばりとかがかなり良くなるので、まあ、そういった方にもおすすめですね。エラボトの話でちょっと先生にも説明みたいなの入れたい、簡単に確かに、ね、おー、入れましょう一緒。そういう時だけ白いきます。どうですか。いい。いい。嬉しい。ボトックス以外に肌治療で何か日頃してることはありますか？月に1回定期的にやってるのがハイドラフェイシャル。ニキビできやすいんですよ。ザラついたりしやすいんですけど、ハイドラフェイシャルってもう直後からすっごいお肌がツルンってなって化粧塗りも良くなるので、ハイドラフェイシャルはもうどんな肌の方にもおすすめの治療なので、それは定期的にやってるのと、あと最近は鼻の毛穴、気になってる方結構多いと思うんですけど、最近ピコレーザーフラクシナルをやって徐々にこう改善されてきてるなっていう感じはあります。ダウンタイムとかってどんな感じ？ダウンタイムは赤みが出るんですけど、すぐにお化粧で隠れる程度なので、そこまでダウンタイムが辛くはなかったです。2人悩みとかってある？肌の悩みあります。ニキビ跡の赤みがしぶとくて、で最近ポテンザが表参道院にも入ったので、ポテンザやってみたいなって思います。ポテンザはいいですよね。あ、いいですか？僕も大好きなんですけど、ニキビ跡の赤みとかに関してもタイミングしっかりやってあげると赤みも引いてくるし、毛穴とかにも効いてくるし、ニキビ跡のクレーターとかね、
そういったものにもいいので、うん、さらにニキビの元となる皮脂腺とかも少しずつちっちゃくしてくれる効果があるので、ニキビできづらい肌にぜひ楽しみにしてください。はい。ゆういちろ先生指名したいですみたいなのはめっちゃきます。おー撮ってますか今。今みおりちゃんは何かある？私はスポーツ結構やってたから、うん、シミがやっぱりどうしても残っちゃって、うん、それをこの子さんに聞くわね。 AT で名前超えちゃったよろしくお願いします。いいかもいいかも、うん、モニターになってもらって、うん、ビフォーアフターをね、うん、載せましょう。もう一つ先生に聞きたいことがあって、はい、この時期結構乾燥しやすくてお肌揺らいでくる時期だと思うんですけど、うん、すっごい今乾燥肌で、うん、クリーム塗っても塗ってもすぐ乾いちゃって突っ張る感じがあるんですけど、うん、どうしたらいいですか？施術でおすすめで言うとボライトフルタマヒアルってエルムクリニックで売ってるものかな、うん、ヒアルロン酸っていうとね鼻を高くするとかおでこ丸くするなんかボリュームを出すようなイメージが多いんですけど、深いところに入れるんじゃなくてこう肌の中にヒアルロン酸を入れていく注射があって、お肌の水分量を増やしてコラーゲンを増やしたりお肌の水分閉じ込めて逃がさないようにするっていうような効果もあるので、どの年代にとってもすごくおすすめな施術ですね。これやって肌が育ってくるとその後にやる施術、例えば光治療、フォトフェイシャルだったりとかピコレーザーとかそういったものの効果も高まると言われているのでおすすめです。痛みとかダウンタイムとか。あ、そうですね、表面麻酔にして細かく注射をしていくのでちょっとチクチク感はありますが耐えられないほどではないと思います、うん、ダウンタイムは針跡の小さい内出血が場所によってねところどころ出るかなというところですね。お化粧で翌日から全然隠せるのでそこも問題ないかなと。触ると凹凸を感じることはあるかもしれないけど、見た目的には全然わかんないと思います。施術ではボライト結構おすすめかなと思いますけど、スキンケア的にはどうですか？うん、スキンケアだとお肌の水分量が少ないと思うのでしっかりローションで水分を補ってあげるっていうところと、補ってあげた後油膜で蓋をしてあげるっていうのが重要なので、クリームもやっぱりすごく重要かなと思うんですけど、実はですねクリームがリニューアルするんです。それこそ乾燥気になってるとかお肌が揺らいでる時期だったりとかって、保湿だけではなくって炎症を抑えたりする効果のあるものを入れてあげることでよりしっかり土台を作ることができると思うので、そういった抗炎症とか抗アレルギーとか保湿力の高いクリームがリニューアルします。うちでいうと TA ローションをしっかり組んでその後にクリームで蓋をしてあげるっていうのが一番いいかなと思いますね。はい、先生に施術面とともこさんにスキンケアのことを聞けたので両方試してみたいと思います。クリームとオイルってなんかこう使い分けとかどういうなんか進め方で？ニキビ肌の人とかはオイルはちょっとやめといた方がいいかなと思います。はい、オイルでもクリームでも訴求成分っていうのが違うのでそれに合ったものを使うっていう感じですかね。うん、クリームで足りない人はオイルいきましょうみたいな感じですかね。うん、そうですね、確かにクリームも使ってオイルも使うのもありだと思います。うん、この動画が気に入ってくれた方はチャンネル登録とグッドボタンお願いします。インスタグラム、TikTok、X もやっておりますのでぜひフォローお願いします。概要欄にホームページのリンクを貼っておりますのでぜひご覧ください。無料カウンセリングも行っておりますのでぜひお気軽にお越しください。次回もお楽しみに。バイバーイ。バイバーイ。次回もお楽しみに。バイバーイ。チャラチャラでいい？え、いや、もう一回やる。もう一回やる。監督の目が曇った。次回もお楽しみに。